はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4。またやってきます。今あるクエストが、ロンギヌスと、すぐ近くにあるゴールデンパスミッションなんですが、とりあえず、ロンギヌスを消化していきたいと思います。そして、前回の動画から、動画外で、この北の領地を全部、ベルタワーから、要塞から、基地から、何から、全部、確保しておきました。そして、ついにこの、要塞といえば、ここは、アガンミンの要塞なんですが、これも確保と。で、まあ、マップを見ると、こっちに王立軍要塞があるので、ここを突破したら、こっちが楽しマナじゃないかな、みたいな、ちょっと感じがするんですが。で、まあ、基地とかを全確保した結果、多分一番強力で、一番高額な、あ、わし。一番強力なシグネチャーウェポンのこの、バズソーっていうのを使えるようになって、これ、弾数がもうとんでもなくて、500発ぐらい入って、そしてリロードも結構早くて、そして安定、めちゃめちゃ照準が安定するという、もうとんでもない武器を手に入れてしまった。まあじゃあそんなところでロンギヌスをやっていこう。もっとやるよ。死は誰を使わそうと言われた。そしてお前は私がおりますと答えた。お前の信仰深さを嬉しく、主も私以上にお喜びだ。迷える羊を特定した。わかるな。見つけて尾行して、ダイヤを手に入れて持って帰る。血の巫女の口から力を得て敵を沈めるのだ。そして復讐しろ。そんなもんかあった。神の言葉は全て書き記されているとは限らん。どこ行った？あれ、ロミネスどこ行った？ よし、じゃあまたブラッドダイヤだっけな。そんなものを入手して持ち帰ってあげよう。さあ、ここか。パラシュート。うん、ヘリがあるぞ。あ、見つかるなか。つか、序盤は見つかっちゃいダメなんだ。これに乗って尾行だ。さあ、下にいるぞ。ジャイロコプターで尾行。高度を高く保ってれば多分見つかんないでしょう。100メートルぐらいを保って行こう。で、今は前回までずっとグレポンを装備してたんですけど、RPG にちょっと配置してます。まあこの RPG はちょっとサイドアーム武器ではないので、こういうジャイロコプターからは撃てないと。お、来た来た来た。さあ、今回はね、重火器しか持ってきてないので、ドンパチかな。で、とりあえずこの辺で降りて。あ、痛い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 。プロペラが痛い。治療。さあ、とりあえずランチャーでぶっ放してコマンドタイムだ。RPG! よし、バズソー、ほらうわ、スナイパーが予想以上に痛い。治療。ほら、うわ、吹っ飛ぶ。敵がすげえ吹っ飛ぶ。え、あれ、当たってない。何これ、ガラスあんの。よし、強いな、これ。そしてリロードして早い。でガラスなんてあったらここ弾取んないか。え、鍵をよこしなさい。え、洞窟は、あ、この下か。さあ、バーズ層があるからには弾数じゃ負けないぞ。おら、よし、おら強い。
強い。これは強い。さあダイヤはどこだ。あった。さあ敵が来てるな。防戦だ。固めのやつがいるな。よし。おらー、硬い敵もこれだと柔らかくなるな。これで OK かな。あれブラッドダイヤまだあった、もしかして。あ大丈夫か。さあお届けしましょうか。ここはどう見ても車で来るところじゃない。到着。涙の湖。そしてここのまたボックスに詰めておく。これでよし。高い対価。カルマレベルが7位になった。さあまだロンギヌスがあるなら、じゃあもう一回ロンギヌス一丁行ってみようかな。すぐ近く。いやもうベルタワーを全部解放した結果、どこで車に乗ろうとありとあらゆる場所でラビレイラナの声を聞くことになったな。めっちゃね、あのパガミンを煽ってる。アロンギヌス。主は言われた。誰を使わそうと。私は言った。ここにいます。私をと。私の故郷は死と悲劇の国。ずっと悪魔のそばにいた。これは家族を避難させるために渡航文書を買った男。これは息子のマラリアの薬を求め私を殺そうとした男。悪人ではない。違う、まだなすべきことはある。終わってはいない。お前が悟ってるように私にも使命が見える。エフェソ書5章18節。酒に酔ってはいけない。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。うん、事情はよくわかんないけど、いつも通りダイヤを集めてあげよう。さあ指定の場所へ。うん、あれもう来てる。どっから来てる。あ、あっちから来てる。うん、何も乗り物持ってないんだけど、いけるかこれ。に接近してきてんのか。あ、あれか。待って、尾行するものを何も持ってなかった。どっちに来る。あっち行ったか。
てよ、ウィングスーツがあるから。はい、ただあんま早く行きすぎるとバレちゃうな。もう一回ウィングスーツ。あ、もうダメだ、敵がいたな。無視。お、どこでもなんとか追いつけた。さて、固めの敵がばっかりだな。とりあえず RPG でドラム缶をドン。車の付近にいたらドーンで、バーズソーで、よし強い、よしロードしてで調べる。ほなここか。あ、燃えてる。ここか。お、いるな。ほら、よし。で、ダイヤはこれだ。いけるか。全員倒せ、全員倒す。スナイパーがいるな。よし、痛い、え、ちょ、治療。よし、うわ、結構いろんなとこにいるな。そこにいた。まだいる、いた。顔出せ。よし、よし、これで全員でしょ。まだいる。これが多分ロンギヌスの最後のクエストだったはず。もういない。ロードして、よし、じゃあ持って帰ろう。乗り物どっかで調達して。よし、結局とこだったな。ここに来て、ん、あれ、エイジ、よく来てくれた。どっか行くのか。終わったのだ、ここでの義務は。死が私を別の地に及びだ。どこへ。南米になりそうだ。キューバだろうか。あがなうべき罪はまだまだ多い。礼を言おう。正しき行いをする真の信者がまだ存在することを示してくれた。この恩を決して忘れない。感謝の印にあるものを残しておいた。お、ランチャー。5章16章15節。それから彼はこう言われた。世界に出て行き、すべての創造物に福音を伝えなさい。さあ行くがいい。自分の説教を書くのだ。よし、これでロンギヌスクエストは全部クリア。これが LK1018。 おお、すげえランチャーだな、すげえランチャーゲット。
キューバに行った。意外とこういうのでね、ファークライ5の舞台がキューバですよとかありそうな気がするんですが、じゃあとりあえずじゃあちょっと今回短めかな、ロンギヌスクエストを全部終わらせたというわけで、じゃあ次回はいよいよゴールデンパスミッションやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。